ラビカナ街道のアウグストスラビカナ街道のアウグストスラビカナ街道のアウグストスは、初代ローマ皇帝のアウグストスをモデルとした大理石像。最高人技官の姿をしており、犠牲者を痛むために、唐画で頭まで追っている。記録によると、紀元前12年以降に制作され、1910年にラビカナ街道沿いのオッピオの丘の斜面で発見された。現在は、 ローマ国立博物館のパラッツォグに所蔵されている。なお、アウグストゥスが最高人議官になったのは、前任のレピルスが亡くなった時である。この彫像からは、一般的なアウグストゥス像とは違った一面を読み取ることができる。つまり、彼は、ローマ帝国の政治的指導者のみならず、宗教的指導者でもあったということである。実際、シン君、 アウグストゥスの業績録の19節から21節の中では彼が劇場や水道といった公共施設の他に多くの新域や神殿を建設したことを挙げて自身が行ったとしろう前の宗教的貢献について記している。アウグストゥスの時代における彫刻様式は3つか4つの区分しかないほどかなり限定されているが 髪型の細部などの特徴に基づいてみれば、プリマポルタ様式に分類される場合がある。写実主義的な手法を用いる、共和世紀の伝統的なローマ美術とは、対照的に他の彼の彫像同様、ここでもアウグストゥスは理想化されていたギリシャ様式で、かつ実際の年齢より若く表現されている。ありがとうございます。